そうですね、普段はしがない音楽家ですね。まあ英語で言うと一応ミュージシャンなのかもしれないですけど、まあなんだろう、ビザとか飛行機の時はミュージックコンポーザーって書いてますけど、なんだろうな、ただやってることはあくまで音楽を中心になんですけど、一応総合芸術って言ったら大げさかもしれないけど、なんだろうな、テイトー和行っていうか、自分の CD をパソコンに取り込んで、ジャンルってあるじゃないですか。でそこはなんか自分の作ったものはジャンルのところ問わてっていうふうにしてて、それが一番しっくりきますね。ソロになっての、ソロ名義の7枚目ということで、でまあ7枚目なんでラッキーという、非常に明快な、毎回バランス違うアルバムだと思うんですけど、僕の中で例えば今回のラッキーっていうアルバムだと、まあベタベタな歌物と自分で認識しているのはリード曲であるレディオとアップル、まあある種なんだろう、古典的な歌物とも言えるですね。でも自分が歌わないこと前提なんで、その分こういろんな人とやれるし、インストでもいいし、最近はまあピュアインストゥルメンタルなものもありかなと思ってます。例えば今回のアルバムだと片振りっていう曲とかだったりするんですけど、まあ言葉みたいな要素も入ってこなかったり、逆にブルーフォーガールズとか、なんだろうな、ウォームジェッツっていう曲なんかは歌ではないけれども、なんかまあがっつりした歌もんではないけれども、かなりの勢いで歌というか声が入っているとか、でも歌物って感じじゃないですし、なんかベタベタな歌物もあれば、今言ったようなコンセプチュアルな声物もあって、ピュアなインストラメンタルもあって、なんかそういうアルバムを作れるのはラッキーというか、まあ僕ならではかなっていう。だシンガーじゃないソングライターだと思ってるんですけど、シンガーじゃないからできるアルバム、曲ごとにいろんなテンポやいろんな形があるのがいいかなと思ってます。一人コンピレーションというか、はい、コンピレーション、そうですね、だからコンピレーションでありつつオリジナルアルバムだから、こういうアルバムはないと過去のアルバムも含めて自負してますけど、非常にポップで強いアイコンの存在自体が、そうですね、弥生様としか言いようがないと思いますね。だから、うん、アンディ・ウォーホルとか今いませんけど、でもアンディ・ウォーホル今いても弥生様の方が僕は今興味あるかもしれないですね。あと晩年にこれだけ、うん、晩年にっつっていいのかな、でもまあすごく80いくつにしてこれだけエネルギッシュなね活動なさってるっていうのはすごいなと思いますね。いや人前でプレーをするのはさっきも言ったけどアルバイトなんでただ なんだろうな、釣りに行くような感覚というか、であと、うん、シェアのモチベーションが違って、自分の好きな曲とか自分の、まあ、その時思いついた曲のつながり流れだったりとかっていうことを大きな音で不特定多数の人とシェアする感覚で、やはり自分の DJ としてのピークは80年代後半ニューヨークで始めた頃だと思ってて、一晩ずっと一人でね DJ を週に3回ぐらいやってたんですよ。だからその時に味わったこう何とも言えないその時間のカーブというか、ミックスで作る流線形というか、そういう面白さを、うん、クラブ遊びというかクラビングの面白さを伝えたくて、まあちょっと頑張って
この年までやってきたんですけど、